みな、えー、さんこんにちは、えー、今日はオープンキャンパスということなんですが、えー、例年やっていますキャンパスに皆さんをお迎えして私たちが教室からライブで行うというオープンキャンパスはできません、えー、コロナの影響もありこのようなオンラインでの配信ということになります、えー、初めての試みで私たちもいろいろと試行錯誤を続けている中で一、えー、学期がまあ終わろうとしているところです 今日は私たちの SFC の教育の中で言語の教育についてお話をしたいと思います私は総合政策学部で韓国研究そして言語としての朝鮮語を担当している柳町と申します約10分ほどこれからお話をしたいと思いますどうぞリラックスして聞いてください今日のお話のテーマは SFC における言語の学び ということです私たちは通常言語という言葉を使います外国語という言葉はあまり使いませんちょうど私が大学生だった時私は慶応義塾の商学部なんですけど外国語という言葉ましかありませんでした第一外国語第二外国語そして私は第二外国語の中でフランス語かドイツ語の2つしか選べないという中でドイツ語を選びました 第一外国はもちろん英語ですで。それからもう本当に大きく変わりまして、この SFC では言語という表現で非常に多くのたくさんの言語をですね学べる環境が作られています。今ここに挙げられている、えー、まあこの写真を見てもですね、SFC の言語教育のまあホームページということで新しく作っていただいたんですが、まあ、一旦のは見れるかなと思います。 十一の言語が用意されています。大変多くの言語が用意されています。それは SFC の一つの教育の売りにこの言語教育というものがあるからなんですね。私たちは通常日本で勉強しているまあ日本の人は日本語が第一言語まあ母語という言い方をしますが、その意味で第二外国語第三外国語といった意味で外国語という言葉を使いますが、私たちの場合はですねそこに いろいろな国の人たちから構成されているキャンパスですので外国人留学生もたくさんいるということであえて日本語外国語という区別ではなくすべてひっくるめて言語という表現で呼んでいますまあ、ここに挙げている言語を一つ読んでみますとまあアジア言語それからヨーロッパ言語たくさんの言語がありますマレーインドネシア語アラビア語朝鮮語スペイン語ドイツ語フランス語 中国語そしておなじみの英語がありそして留学生やあるいは海外で育った日本の方まあ日本語が母語ではないという方のために日本語そしてですねロシア語やイタリア語といったメニューも準備していますまあ私たちは本当にこの言語のバラエティこれを見るだけでもですね、えー、本当に多様性が凝縮した一つの小宇宙を作っているまあこのようなことを 考えているところです私たちが勉強するこの言語なんですけれども、まあ、ここでは高校生の皆さんがいるかと思いますので外国語という言葉も併せて使いますがこの言語の学習外国語の学習というのは本当に我々の視野を広げるためには必要不可欠な学びだと思っています。えー、ただ単にに英、ね、英語語をを学び英語によって諸外国の動きを 学ぶといったことが今までだったとすれば英語語以外の言語を積極的に学んでいこうそれによって私たち自身がですね情報の量を深めるだけではなくて情報の質も高めていくことができるのではないか総じ、まあ、て我々、えー、人間としての必要な視野を広げていくこういうことにつなげていけるのではないかと考えています。ここに、えー、新しい言語 今まで私たちが勉強したことのない言語へ積極的にチャレンジしていってほしいというふうに思う次第なんですね多くの人はまあ日本で高等学校卒業したという方は英語を勉強していると思いますそういう方にとってはですねぜひ英語以外の言語をここで積極的にチャレンジしていってほしいと思いますもちろん英語をさらに極めたいということも可能です逆に 日本語が母語でないという人にとっては、まず日本語をしっかり勉強する中で、さらに別の言語も勉強してみると、視野はどんどん広がると思います。まあ一つの考え方は、ヨーロッパ言語から一つ、アジア言語から一つということもあるかと思います。私たちがなぜ言語を学ぶのでしょうか。それは SFC のですね、本当に昔からの、作られた時からの、 コンセプトとして言語を学ぶということで本当に我々自身をですね鍛えていくことができるからなんですねここに一つ項目を挙げてみますと言語そのものを学ぶということも SFC では可能になっています十一のまあ言語があると言いましたが主たる言語は七つですこの七つの言語をいろいろなまあ選択のプロセスがあるんですが皆さんに一つ選んでいただいて入学してから この一つを徹底的に勉強してもらうまあ余力がある人はですね途中から別の言語をさらに学びに加えてみるいろいろなことが可能だと思いますこの言語そのものを学ぶということが私たちのキャンパスでは可能ですまあ言語と社会というものを共に学んでいくということから私たちはこの言語を学ぶということを強く皆さんに勧めています また SFC ならではと言えることがですね、二つ目にありますテクノロジーとの融合という面に代表される面ではないでしょうか。SFC には総合政策学部と並んで環境情報学部があります。この環境情報学部のを目指してくる多くの学生諸君はこのテクノロジー、特に IT 技術というのに深く関心を持ち、もうすでに相当な技術を持っている方も入ってきているのではないかと思いますが。 言語とこのテクノロジーを融合して新しい言語学習の方法を作ってみるあるいは翻訳の技術をまた開発してみるといったように SFC ならではの技術と言語を融合するといった方向にこの学びが発展していくこともあり得ますまた三番目には地域研究のツールという言葉を掲げました私自身が一番最初紹介した中で 韓国研究コリアンスタディーズというふうに言いましたが私自身はですねえ、実は言語の先生ではありません言語も教えていますが言語オンリーの先生ではありません私はまあ、朝鮮半島特に南の韓国の政治や経済特に企業の動きというのを研究しているんですが私にとって朝鮮語というのはコリアンスタディーズ韓国研究をやっていくために必要不可欠なツールなんですね ですから朝鮮語を学びその朝鮮語を使っていろいろな情報収集をしそしていろいろな場所で講演や講義をしたりまあこういったようなことがやっぱり必要になってくるわけです私にとってこの言語特に朝鮮語というのは切っても切れない毎日関わっているものですこのように SFC はですね、言語というものから始まって言語そのものを学ぶあるいは言語と他の分野を融合する 言語を使ってその当該地域をさらに深く理解し研究を進めていく、まあ、このようにですね発展する経路がものすごく多様なものとなっています、まあ、そのために多くの人たちには非常にきちんと覚悟して望んでもらいたいことは私たちは外国語学部とかあるいは外国語大学のようなレベルあるいはそれ以上のですねハードトレーニングを皆さんとともに 楽しんでやっていますここにインテンシブベーシックといったまあ授業のですね一つの名前を掲げましたが別のスライドでこのことはもう少しお話ししたいと思います私たちの学校には外国語学部並みのトレーニングの中身が準備されているということをここでは一つ頭に入れてほしいと思います私たちが言語を学んでいくと さらにどういう方向に発展していけるんだろうかということを皆さんとともに考えたいと思ってこのスライドを準備しましたもちろん大学に入ってゼロから学ぶという人が大半だと思いますゼロから学ぶそして私たちが学部の前半の2年生までの間にある程度のレベルまで引き上げそこからは各自の問題意識に従ってさまざまな展開を 考えていきたいと考えていますその一つ目が言語そのもののレベルです初級中級上級まあ、このように上がっていきますそして上がっていく中にですねそこに書いています海外研修これが SFC の売りの一つなんですね例えば私たちの朝鮮語ではキャンパスで入学してから朝鮮語の基礎を学びますもちろん他の言語も一緒ですその基礎を勉強していく中に 海外に行ってすなわち韓国に行って現地で合宿をしながら言語のトレーニングを受けるこれらがですねきちんとした授業科目としてメニュー化されていてこれらを使ってですね身につけていくということなんですね。教室の中で勉強していく言葉から教室の外に積極的に出て現地で汗を流しながら学んでいく。 ここういういとが私たちののの言語教育の大きなな柱の一つとなっていますそしてこの言語の力を身につけていく中で専門性を追求していくということで SFC の中でたくさんの多様なメニューが用意されていますが一般の講義科目さらには特に自分がこの勉強に関して勉強というレベルから研究というレベルに格上げしてより深く。 取り組んででいいきたとと考えるのが研究会という学びですこの研究会の中にですね言語を学ぶ研究会あるいは言語を研究する研究会言語を使ってテクノロジーと融合を図る研究会さらには地域の研究を進めていく研究会などなど大変言語とは密接な研究会もたくさん用意されています。さあのキャンパスから 外に出るという意味で忘れてならないのは留学というプログラムですもちろん慶応義塾大学は世界の有力大学とたくさんのネットワークを持っていますから言語ということに関係なくとも留学の道はたくさんありますですが私たちが言語の教育をしていて日頃感じることは海外研修というところで短期間数週間まずミニ留学ということを研究し、えー 経験しそしてその経験を元手に交換留学これは1年間のいわば本ちゃんの留学ですねこういう留学に進んでいくさらにはあ交換留学以外にもですね自分でいろいろな留学先を見つけてきてあるいはさまざまな情報を使って留学先を見つけてそして留学に切り替えていくこの私費留学という方法もあります。さらには 学部中だけではなくて大学院に進もう大学院に進む中でさらに先ほど説明した研究をですねより深く突き詰めていこう留学と大学院進学をまた同時に進めていくなんていうことも可能になっていますまあこのようにキャンパスの中で言語を学び始めてからまあ2年経ち早い人は3年目の段階で交換留学に行きたい あるいは4年の時に交換留学に行きたいという学部時代の留学もあるしあるいは大学院の中でさまざまな大学院での大学院ならではでの留学プログラムも準備されています。こういったようなこともすべて基礎は言語の学びの初,、えー、初級の段階から始まっていくということに私たちは目を向けておきたいと思います。 授業もですね、大変さまざまなメニューが用意されているんですがここでキーワードとなる言葉がインテンシブココーーース、スそれからベーシックコースと呼ばれる授業です。インテンテシブというのはですね例えばインテンシブ中国語インテンシブドイツ語といった言葉で各言語の科目が構成されていますが一言で言うとですねインテンシブの各言語は90分の1回の授業が1週間に4回あります。 これは結構なトレーニングですさらにこの半分の密度であるベーシックコースというものもありますこのインテンシブコースベーシックコースというこれを取るということが皆さんの言語の学びの最初の段階になると思いますこの言語を学ぶ中で1週間同じ勉強をしていくという中ですからこの同じ言語を選択した友達とは長い長い友達として、えー 互いに切磋琢磨して高めていくという友達関係にも恵まれていくと思いますここでいくつかの言語のですね履修モデルとなるものをご紹介したいと思いますちょっと字が小さくて申し訳ないんですが例えば朝鮮語というのを見ますそうするとですねインテンシブ1インテンシブ2そしてその次に上の方の矢印を見ると海外研修というのが準備されていますよね このインテンシブ1というのは例えば入学した一年生の春学期にしっかり履修をしますそして合格点が取れると一年生の秋学期にはインテンシブの2というところに進みますそして1年間のインテンシブ1・2の学びの後つまり春学期に入学した人は翌年の2月から3月にかけての春休み中に海外研修ここでソウル大学に行って3週間合宿をしながら学ぶ というのがあるんですねしたがってインテンシブを1年間勉強し加えて海外研修に行くということを私たちは昔から3点セットと呼んでいるんですがこれが一つの単位としてここまで頑張るとですね結構皆さんしゃべれるようになってくるでさらにこれで挑戦後にはまっていく人はですねさらなるインテンシブ3とか今度は再び海外研修の中級とかいろんなメニューがまた進んでいきます。 このベーシックコースというのはインテンシブの半分の密度ですから春楽器間でベーシック1次の楽器でベーシック2となるとこの次の楽器すなわち1年後の春楽器に再びインテンシブ2と、まあ、このように進んでいくこういう履修モデルが朝鮮語の場合考えられますマレー・インドネシア語これも大変魅力的な言語なんですが。 これもですね同じように一つのインテンシブはベーシックの2つに分割されているという形で同じようにインテンシブ1からインテンシブ2さあそしてこちらはですねインテンシブ3というのをインドネシアで開講している、まあ、同じように海外研修というものもメニューとして作られていますヨーロッパ言語から一つ紹介しましょうフランス語です、まあ、フランス語はですね インテンシブが一二三四となっていて。さらにフランス語検定を受けるための、まあ準備のクラスという位置づけまでも。作られている非常に。まあ戦略的にフランス語を身につけていくというカリキュラムが作られています。同じように。ここでも。語学留学と言えるような短期の。まあ留学、まあ研修ですね。こういったようなものがあり。さらにはここにもありますように、さまざまな。 検定試験やスピーチコンテストの対策を考えるといったように、まあフランス語も同じように魅力的な履修プログラムを作っています。私たちにとって、まあここでは朝鮮語の一つのまあ宣伝をさせていただきますが、これはソウル大学の正門のゲートです。有名なあハングルのソという言葉から作ったまあゲートなんですけれども、まあ私たちにとってもですね。 キャンパスの中で1年間勉強したら必ずここまで行って頑張って勉強しようこの現地での勉強ということがどれだけ楽しいかということを伝えられるかどうかと思って一つスライドを持ってきましたこれはちょうど韓国に留学に行った皆さんがですね、まあ、これは韓国のチョゴリチマチョゴリというまあ服を着て記念撮影を撮ってますが、まあ、こんなような体験をする。さらには これはは朝鮮語ではありませんマレーインドネシア語ですが同じように海外研修の中で遺跡などを巡ってみるといったような私たちは言葉を通じてその言葉だけではない現地の生活や現地の文化その現地っていうものを肌で感じるような勉強これをやりながら SFC の言語というものを高めていくこういうことをやっています。ですからですすかからねはっきり申しましまて微妙な発音とか ものすごい細かい文法とかっていうことにはあまりこだわらなくてどんどん聞いてどんどん喋ってどんどん現地の人たちとコミュニケーションを取ってということで現地にどんどんま溶け込んでいく我々になりたいと思うんですねここに書いてありますように私たちの SFC は言語の習得なくして研究はできないという強いポリシーを持っています 中国のことを研究するのには中国語は必ず必要ですしまたドイツ語やフランス語を学ぶことでヨーロッパ圏のことを深く知ることができますそのためにも私たちは言語というものをしっかり学んでいきたいだから外国語学部並みあるいはそれ以上のハードトレーニングをしながら楽しく学んでいくというプログラムを作っています私たちが世界に羽ばたいている先輩たちとともにですね皆さん若い人たちがまた来年 キャンパスに置いてくださることを心より楽しみにしています。来年、ここに書きましたように、SFC のキャンパスでともに学び、ともに高め合えるように、この機会があることを私たちは心より楽しみにしています。どうぞ皆さん、頑張って SFC を目指してください。ありがとうございました。